わかりました、必ず伝えさせていただきます。失礼します。失礼します。やるのか？無理ですよ。そんなことしたら終わっちまいます。終わらせねえよ。始めるんだ。サンキュー。これってさ、マジモンの構想になるのかな？知らねえよ。でもうちの会長が引くとは思えねえしな。おい、会長来たぞ、行くぞ。はい。兄弟、奴らの狙いはお前だ。万が一お前がやられたら、うちは終わりだ。兄貴、ちょっと様子見ましょう。今向こうの動きを探らせてます。下向いて生きるぐらいだったら上向いて死んでやるよ。最後の日なんざいつ来るか分かんねえだろ。今日か明日か。人生いつもそうさ、闇に追われ逃す明星。
続く道の先に見える運命、いつの日にか分かる後悔、自分だけの風景、荒れたことを悔やむよりも確実に進み、てめえの居場所決めることが大切な歩み、挫折なんて無駄な努力しなきゃいい、そんなこと分かってるけどマジで悔しい。明日が最後の日、お前は何する気、明かりのあるうちにやりたいことは今のうちに。明日が最後の日、お前はどうする気、命のあるうちに言いたいことは今のうちに。夢が覚めたわけじゃねえよ兄弟、だけど言ったはずだ無駄な努力は嫌い、終わりへの道が続く渋滞、聞き分けのない子供みたいにさらう集大、正解もない意味のない連帯、育ちの大人たち、いつだって捨てがたい夢、語る日々悔やんでもう二度と戻らない、過去に乾杯そしてグッバイ。明日が最後の日、お前は何する気、明かりのあるうちにやりたいことは今のうちに。明日が最後の日、お前はどうする気、命のあるうちに言いたいことは今のうちに。裏切るな。
おい、ちゃんと見張っとけよ。兄貴、最近金子、相沢会長と会ってるらしいですよ。相沢ってあの相沢か。はい。おう、金子。あ、そうです。最近収益どうだ。いや、全然ですね。まあ、どこも厳しいだろうな。はい。お、そりゃそうと。表のロロスお前のか。はい、まあ、借り物なんですけど、いわゆるあの金融物ってやつです。まあ、頑張れよ。はい、ありがとうございます。失礼します。何かあったんすか。いいからお前ら一刻も早く会長探せ。わいしょ、行くぞ。